レンガ女工は、野沢富子の短編小説、またはそれを表題とする短編集、およびその映画化作品、舞台作品である。野沢の文壇デビュー作、隣近所の10ヶ月、表題作、レンガ女工を含む7編を収録した同盟の短編集。1940年5月、第一抗論者から刊行され、ベストセラーになった。短編集、レンガ助は、 八ったなによって脚色されて、1940年に南坂に映画で千葉康樹監督により映画化された。戦後、1946年になって、ようやく映画が公開されたこともあり、原作が再評価されて、1947年の新教育者版、小池富子名義の新日本文学会版が出ている。また、1954年に、 奈良岡智子の初主演で劇団民芸が舞台化した。表題作、レンガ女行を含めて舞台は横浜市鶴見の運河沿いの生麦地区と牛尾田地区。主人公の少女は病弱にもかかわらず家族の生活のために女行として働く。隣近所の10ヶ月では長屋の人々との交流が描かれる。短編集に収録された各作品が独立していながら、 一つの作品世界を構築している。宮本百合子が評論、若い婦人の著書二つで好評であることが十分に頷ける強い迫力を持った生々しい筆致と評価し、戦後、夫人と文学付録で取り上げ、荒々しく、切なく、そして当て度のない日本の仮想生活を、その荒々しさのままの出力で描き出して、一種の感銘を与えたと評した。 レンガ女工は1940年に南左官映画が制作して1946年に松竹が配給した日本映画、八田直行が客色、横浜市の鶴見川川口付近でロケが行われた。貧困家庭出身で女工として働く少女が野学の学友の朝鮮人の少女や川口で暮らす貧しいが心温かい人々と交流する姿を描いた。 本作を制作した南左官映画は、心境劇団と関わりが深く、同年8月19日に一斉に逮捕された、三島正夫、小沢栄太郎、赤木蘭子、新金蔵、松本潔平、宇野重吉、滝沢治、厳選ら同劇団の俳優が重要な役で多数、出演していた。映画は1940年に完成したが、戦前の検閲を通過できずに、 戦後の1946年になって、ようやく公開された。朝鮮後の指導を後に、朝鮮演劇建設本部に入る安永一が担当している。1954年2月18日から3月1日まで、劇団民芸が、栗原雄三客職、松尾哲次演出により、一橋行動で新人公演として上演し、初日から大入りとなった。 初主演の奈良岡智子ほか、内藤武俊、大滝修司、佐々木澄江、田口誠一、垂見五郎、北林谷江、鈴木水穂、草薙光次郎、下本勤、中野隆次郎。法政大学大原社権、戦時中の進撃運動、日本労働年間特集版太平洋戦争下の、労働運動216。 記事登録 ID697 万4744国会図書館早稲田大学演劇博物館現代演劇上演記録検索結果一覧連画除光1954年2月23日東京新聞民芸年表ありがとうございます